やべえ、なんかいじくってたらくっついたよ。これもともとお母さんのところにあったセリフなんだけど、お母さんの名前出てないのもまだ怪しいよな。なんだけどなんかちょっとめぐみさんっぽかったんで、この現地のね様子とか通話記録とか持ってるのがめぐみさんっぽかったので、コアラ会所属と書いてありますけれども、ちょっとめぐみさんの方に行ったらくっついたって形から、ちょっとね前回のゲームプレイから1週間ほど間が空いてね、1週間2週間かな、ちょっとわかんない、間空いてね、今思い出し途中なんだけど、マジで全くわからんな。なんか前回もこんな感じで終わった気がするんだけど、全くわからんとか言って、ちょっともうちょっと怪しそうなやつ読んでいこうかな。おーっと、お母さんのセリフもつながったぞ。2月5日。おうおう、じゃあ時系列的には合ってるけど、まだ間にセリフがあるな。失踪した日かな、聖子ちゃんが。これはじゃあ聖子母のセリフで間違いないんだよね。なんかさ、この聖子母も娘って言ってて、で牧野めぐみさんも、あれなんか、どれだっけな、聖子ちゃん、あーいや言ってないか。なんかさ、お母さんが2人いるんだよね。それは前回も出てきたと思うんだけど、おそらくだけどこの聖子母以外に母親がいるんだよ。で病死してる、それは確かなんだよね。ってことは分かってきた。おい、この原島康生は一体誰だ、本当に誰だ。まだ本当に一文も出てきてないぞ。検索かけても一文字も引っかからんぞ、原島康生は。いやでもこの文的に産んだのはこの聖火母っぽいね。聖火を産んだのはこの聖火母で、宮城哲郎はその時にあの立ち会ったって言ってたから、そこは間違いないんだけど、なんか離婚したっていう話もありますし、聖火父が。一体なんだろうね。で病死もある。あ、離婚してその後できた妻が他界したとかかな。いやどうだろうな。そう、これ登場人物的にね、もう一人このアンノーンキャラがいるのよ。この人が、うん、そう、まだ名前も出てないこの人。この人がまあ怪しい。正直病死した奥さんなのかなって予想ではあるけど、どうだろうね。ちょっと一回話広げる前に整理しますね。はいはいはい。これさ、もしかしてだけど、この期間ってさ、なんか間はもうがっちりくっついちゃってるけど、これ入れ替えたら間に入るとかありえんのかな、もしかしたら。そんな気するな。あ、いや違うのか、ちょっとよくわかんないけど、ママとおばさんって言ってんだよね、翔太くんは。でこのママが聖火母を指すのかどうか、おばさんは多分めぐみさんなんだけど、指すのかどうか。あとこれさ、なんか聖火ちゃん誘拐事件2回起きてる。1回誘拐された後にこいつがお父さんのところに戻したって言ってたんだよな。で2回目の事件が起きた。いや違うか、1回しか起きてないんだ。でこれ嘘じゃない、これ嘘な気がすんな。聖火ちゃんって生きてるよね多分今も。どうなんだろう、もうそこまでわかんないんだよね。そっからどう、わかんないし、なんか当日、うん、え、このセリフどっかに入らないの、入らないんだ。まあまあまあいいか。はいはいはい、順序が合ってればくっつくんから。おーおーおお、ほう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 、いいですよいいですよ、くっついていくね。そうだよ、だってこれさ、あ、ちょっと待てよ、
あ、これ今バラバラになっちゃってる。これ上じゃない？時間軸的に上のはずだよな、さすがに。で、これ2月3日の18時でしょ？で、これくっついてんのが2月3日の18時18分だから、まあ、会話的にこれ上だな。はぁ、あ、はぁ、あ、こんな感じで左上のあれだね。時間でもわかるんだね。いいね。くっついていってと。ここは綺麗な会話になってそうだね。翔太くんには質問しないでもらえませんか？黙ったままだと思います。これ黙れって言ったのはあなただよね、牧野めぐみさん。確かそう言われてたはず、翔太くんが。まあまあまあ、でも、これ並び替えることでやっぱ事件の真相には近づいていってるよね。時間軸とかがわかるからさ。つながりましたね。いいね。つながってるけど、ちょっと時系列がバラバラだから、やっぱこれ間に入れられるっぽいよね。会話と会話の間に、ここら辺とかに多分スパーンって入れられるんじゃないかなと思うね。いやでもいいね。前回ちょっと最後やってなかったこのつなげることができてるのでいい感じだと思う。ヘルパー、そっかそっかそっか、めぐみさんがヘルパーっぽいから、ヘルパーの、あ、鉄郎とめぐみの関係がわかる陳述。え、鉄郎とめぐみにも何かあるのか。あ、なんだ、ちょっと待てよ、待て待て待てよ、面白くなってきたね。じゃあどうしようかな。鍵一個手に入ったし、ちょっと気になる鍵一個開けようかな。それで言うとこれでいくか。翔太くんのせいじゃないわと。なんかが進みそう。やっぱ子供の意見っていうのはね大事だから、何かが進みそう。鍵を使って外そう。これで聞けるようになるんだよね。オッケー。じゃあ嘘か公園というのを頼りに、よし、開けますよ。公園、どれだ、これか。さあ聞いちゃいましょう。はい。翔太くんのせいじゃないわ。翔太くんの家族の誰のせいでもない。なんだこの音楽、こんなドラム鳴ってたっけ。まあいいか、小刻みなリズムいいね。僕がおばさんに公園に来ないでと言ったの。公園に来ないで。おばさん、ん、おばさんってめぐみさんだよね。めぐみさん公園いなかったんだ。あっち行って、公園は僕と聖火だけで行くからって。ほう、その事件当初だよね多分。だからこんなことになったんだ。僕がおばさんに近寄らないでと言ったせいだよ。公園にみんなでいると僕らまるで家族に見えちゃう。聖火がおばさんをママって呼ぶのが天国から全部見えるでしょう。僕はママが見てるって信じてなくて、それは嘘だって全部わかってるけど、でももしかしたらママが悲しむと思って。本当のママだよな多分。これは産んだママ。おばさんのせいじゃないよ、僕が一緒にいたくないと言ったからだよ。ほう、つながった、つながりましたね。僕のせいという実績も解除します。待って、これさ、聖火の母って娘って言ってるな。でも聖火の母はこれ今も生き、え、これ今も生きてる、この聖火の母って。他界したみたいな話したよね。あ、いやでも違うか、2月4日に妻に先立たれてるけど2月5日の話がこの人してるから、そうではないか。てなるとなんだ、マーキノ、なんだマーキノ。じゃあ他の手がかりちょっと探しに行くか。光ってる鍵はこれなんだ。あ、え、これまた鍵使えんの。あれ、俺もう何、2個ゲットしたの鍵。めっちゃゲットしてんじゃん。ちょっと待てよ、こっちじゃなくて右側、予備収集日、ちょっとね、予備収集日についての情報なさすぎるんでこっち行こうか。招集日だね、招集日、予備招集日、誕生日で行けるんだね。よし、
この3つか。まあ一旦開けた鍵を開けちゃいましょう。開けた鍵を開けちゃいましょう。日本語って難しいね。予備招集日欠席リスト、欠席人数計4人、欠席者リスト、名前、誕生日、柴田健介、はいはい、これは関係なさそうだね。野原なんだ、としきかな。斉藤武、原、え、あれ原島製菓、え、宮城じゃないの、原島、え、うわ、これ超重要な、聖火ちゃんの苗字が原島なんだけど。ってことは原島昴生？ちょっと待てよ、これだよな、原島昴生。はぁ、で多分こいつだろ、こいつだ。ちょっと待って、お母さん二人出てきたのみならず、父も二人出てきたんですけど、父も二人目？お前ら子供たちに気使えって。一体誰の子供なんだい、そしたら。宮城翔太くんと宮城聖火ちゃんは、いや、改め原島聖火ちゃんは。なるほど、これでかい、この情報でかい。じゃあちょっと家族関係証明書も開けちゃいますか。これ気になってきたよ、家族関係証明書開けれるんだよね。開けようか。で、原島昴生は自首した男か、英語教師かな。じゃあ、あの本人宮城哲郎、9月15日生まれと、配偶者宮城サラ、サラさん、女、死亡って書いてあるね。じゃあこれがサラさんは他界した奥さんか。婚姻は2000年3月、死亡が2009年9月、と9年間しか一緒にいれなかったんだね。宮城翔太くんが、うん、子供としていて、宮城聖火ちゃんも子供としている。おい、え、あれ、普通にじゃあノーマル家族か。ここまでは宮城哲郎、宮城さら、宮城翔太、宮城聖火。2012年、栄華市長、え、栄華市、栄華市ってあったっけ。ああ、こいつか、なんだなんだなんだ、栄華市長。ほう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 、面白くなってきているが、これ以上なんか開けられるとこある？何？待てよ。いや、文字が見えないんだね。手がかりを含む記憶のかけらはって言われても。あ、聖火の母の誕生日か。あ、これわかるわ、もう。いつだっけ？ちょっと待てよ。今見た書類だよね。聖火のお母さんは宮城さらさんなんで、12月25日クリスマスが今年もやってきた。ちょっと気持ち悪い改変を。12月25と5と、はい、 OK。 でこれで何が分かるんだ。え、何も分からない。あ、待てよ、育児ヘルパー死亡病院って書いてある。え、てかさ、お母さん2人いるじゃん、でお父さん2人いるじゃん、でめぐみさんいるでしょ。で、この祖母は一体誰の祖母なんだろう。あー、難しいな。だからそのサラさんのお母さんなのか、現母のお母さんなのか、難しいところではあるね。しかも離婚してるって言ってるよね、宮城哲郎。あいつ何、3人の女を渡り歩いてる、もしかして。そんなことはないか、渡り歩くとかいうことはないかな。じゃあこっち、この暗闇のやつ聞きますか。せっかく鍵開けたし。おいおい、でもだいぶ近づいてきたんじゃない、真実に。牧野めぐみさんは聖火ちゃんが何歳の時から面倒を見てくださっているのでしょうか。数年前に聖火が4歳だった時からです。数年前に聖火が4歳、2009年生まれだよね。2013年ってこと？子供たちの母親が病気で亡くなった時、これから子供たちの面倒をどう見ればいいか途方に暮れていましたが、はい、まず亡くなりました。つまり3人家族だね。シングルファーザーになったわけと。その時、家族の力になってくれた方がめぐみさんです。
最近は育児ヘルパーと言いますよね。めぐみさんはうちの子たちの育児ヘルパーです。なるほど。妻の病院生活が始まって以来、毎日のように子供たちの世話をしてくれました。子供たちもすぐ懐いたようです。めぐみさんの存在が大きな力になって、子供たちは母親が突然いなくなっても乗り越えることができました。 いいじゃない、とてもいい関係よ。特に娘はめぐみさんをママと呼んで懐いていますし。そっか、4歳の頃から本当のお母さんがずっとさ、病院暮らしで育児ヘルパーの方とずっと一緒にいたら、まあお母さんって呼びたくもなるか。本当にありがたいことですが、こうしてみると私はめぐみさんに頼りすぎたんじゃないかと思います。家族ではないのに。家族じゃない、そういうこと言っちゃう。原島康生が犯人。ちょっと待って、これ右上もなんか開けられるぞ。鉄郎とめぐみの関係が分かる陳述、これ今ので開けられるようになったってことだよね。ってことは育児ヘルパーです、これだ。はいはいはい、いいですよ。で、補助活動証明というのが開けられるようになりましたね。誕生日でいけるんだ。ってことはこれでいける。ちょっと待ってよ。育児ヘルパー、育児出生、出生で繋がってんの、誕生日と。いや、下に誕生日ってあるじゃない。ちょ、紛らわしいことこの上なき。コアラ会支援センター。でもヘルパー派遣だね。はいはい、じゃあヘルパー会社だこれ。補助人牧野めぐみ女、利用者宮城哲郎男と、上記補助人は2009年7月1日から現在まで上記利用者の育児ヘルパーとして活動したことを証明します。2009年7月、ちょっと待ってよ。出生届、ちょっと見ていい。2009年7月、でも宮城聖火2004年生まれか。じゃあまあまあ4年後って言ってたの間違いはないか。2012年2月4日、来たよ。ここら辺事件当初じゃない？結構。コアラ会支援センター長と。ほうほうほう。そして、で、これさ、右下のマップで開けられるやつが光ってんだよね、結構。これありがたいな。これなんだ？小学4年生の子供にとって沈黙を守るのは大変なことです。それでも翔太くんはこらえていましたと。はい。めぐみさんの誕生日入れればいいの？めぐみさんは、2月6日。OK？ 0206 かな？いいなぁ。2月の人めっちゃ入れやすいじゃん、これ。02とかさ。6と。OK！ これで何を知れるかだね。翔太くんが黙っていたこと、これめぐみさんに聞いてそうだよね、いろいろ。公園沈黙約束。傷でいけるか。じゃあ傷で聞いちゃおう。はい。聞きましょうか。その心の重荷を軽くしてあげたくて、近所の住人、通行人、お店の人など、できるだけ多くの人に聞いてみたのです。少し離れた花壇の塀のそばにある空間、小さな隙間から公園が見えて、しかも翔太くんに見つかりにくい場所があって、そこに隠れて子供たちを見守っていたんですよね、毎回。そっか、翔太くんにはもう公園来るなって言われてるもんね、めぐみさん。これめぐみさんっぽいよね。公園に行くと、せいかちゃんと同じ年頃の子供のお母さんたちにひそひそと噂されているのが聞こえました。翔太くんにも聞こえたはずです。せいかちゃんが私をママと呼ぶから誤解されるのも当然でした。私は翔太くんに嫌がられてもその気持ちがわかりますから、傷つくことは全然なかったんですけどね。数週間前に翔太くんに近寄らないで離れてほしいと言われた日、しばらく周りをうろついて発見した場所です。あそこは、翔太くんは私と一緒にいるのが嫌だろうけど、私はママじゃないけど、それでもサラさんと約束しましたから子供たちを守るって。めっちゃいい人だな、もしかして。普通になのに結局あの子に嫌な思いをさせてしまいましたね。ほんの数秒だけ、ずっとつま先立ちするのが大変で、ちょっと目を離しただけだったのに。重なったんだ、牧野めぐみさんが目を離してる一瞬と翔太くんがアポロンに買いに行ってた日だよね。重なることあるんだな。なんか他に聞けることないのかな。もう全部鍵かかってんだよね。もうこれ進めんのここしかないんだよ。会話をつなぐためには鍵を外す必要があるって言われて、ちょっと待って、でもさ、そのいただいた会話を
順番に並べ直すことはできるかも。オッケーオッケーオッケー、繋がったよ。あ、で、これでめぐみさんのせいじゃありませんに繋がるのね。はいはいはい、とてもいいじゃない。で、でもここの順序は合ってるんだよ。ってことは飛ばし飛ばしで繋がることはないのか。間に何かが入るってことだよね。あとはこれ上か。はい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 。まあでもここは日付あんま関係ないか。資料だもんね、ただの。あー、でもこれも繋がった。これも繋がった。いいね。これ鍵結構いけそうだな。そしたらなんか壊、これもなんか適当に押したらいけない。繋がない。よし。待って、これ攻略方法合ってるかな。適当に上か下に動かしてよしって、そういうゲームじゃないよね多分ね。そういうゲームじゃないんだけど、やったらいけんのよ、意外と。やったらいけちゃうのよ。だからさ、こういうのもさ、実はこう上に動かしてなんかペインって繋がったりしない？しないんだって。ここは日付は間違ってないって言ったじゃん、さっき俺。しないんだよ。この人もさ、なんか上、下動かしたらいけたりしない？ここら辺とかさ、やばい、繋がった。やばいやばいやばい。やっぱどんどん繋がる。でもやっぱ時系列分かるのは大事な要素だと思うから、ここはちょっと当てずっぽうかもしれないけど、行かせていただきますね。いやでも待てよ。これさ、本当のことを話します。まあいいか。ちょっとこの男の言ってることマジでわけわかんねえから、一旦放置だな。待って、原島康生が犯人じゃないと思う理由3つってさ、これちょっと難しいんだよな。背が高い、名前公園。ん？ちょっと待てよ。あ、違うわ。これ思いますかっていうセリフか。ってことは、聖火の母を疑う理由3個か。お、見つければいいの？探索。お、何ですか？出た、ジグソーパズルチャンピオン。どんどん肩書きが変わるね、あなたは。自首した人がいたってこと、もう思い出しましたね。何、もしかしてまだフェーズ1？ミセスグリーンアップルフェーズ1だった？こっからフェーズ2入る。なのに、あなたがまだ聖火ちゃんの母親を疑いの目で見てるのは。やはり、やっぱり記憶が湾曲されてるんでしょうか。そうではありません。この人主人公だよね。過去の事件、このセリフを全部聞いたのはこの人だもんね。焦点を合わせて思い出すのが難しいだけで、内容は聞いた時のままです。聖火ちゃんの父親が、はっきりと言いましたよね。聖火の母親が、絶対に見つけ出せないところで、聖火が生きていられるようにしてくださいと。そうだよね。ってことは、この英語教師、元英語教師が誘拐して、宮城哲郎のところに連れてきて、っていう情報をまだ母親は知らない可能性はあるね。あの人が聖火ちゃんの行方不明を未解決事件にすることを望んだ決定的な理由でした。さらに、他の陳述もいくつか。わかりました。じゃあ、まずは、聖火ちゃんの母親を疑う理由を探してみましょう。うわ、待って。ちょっと少ないかも、まだ陳述が。彼女に対する不信感が隠された記憶の扉を開けてくれるはずです。結局、聖火ちゃんの母親が行方不明の原因だったのは明らかな事実ですから。本当に？明らかな事実だった？聖火の母を疑う理由3つ？ちょっと待って。これマジでわかんねえわ。マジでわかんない。このプラスって何？プラスって何？ああ、絵が見えるだけね。ああ。え？てか待って。こいつさ、産んでないよね。産んだのってさ、宮城聖火さんだもんね。で、聖火さんも亡くなってるわけでしょ？事件当時絶対に。ってなると、え、何？母親を名乗ってる異常者か？この人。ストーカーか何かか？いや、可能性あるな。ってことは、ってことは、なんか、産んだみたいなこと言ってなかったっけな。聖火ちゃんは早産で小さく生まれたんですよ。
この子はお腹にいる時から苦労してました。これじゃない？あ、違う。あ、しっかり×。あ、これ×出してくれるんだ。ありがた。何回間違ってもいいんだね。